ウッドデッキ Q&A、 ウッドデッキから地面までスロープを作れますか？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。ウッドデッキから地面までスロープを作れるかお客様からご相談があったんですが、作ることできますよね？はい、もう自由に作れます。このお宅はこの自転車を置いてある場所にスロープを作りたいというご希望があって、今反対側から見てるんですが、この板を置いてあるところをこうスロープにして作りました。それで人工の、まあ、樹脂でできているウッドデッキを選んだ場合、どうしても長方形の一般的なあの形のウッドデッキの形しかありませんので、その中にスロープを取り込んでデザインするというのはなかなか難しくって、全部その幅が全部スロープになってしまって、下っていくみたいな形のウッドデッキの作り方しかできないような形になります。でこのお宅の場合は部分的に平らな部分のウッドデッキの一部分にこう切り込んで、90センチぐらいの幅で、スロープをこう設けるようにしたデザインをしてますので、綺麗なデザインが仕上がってます。視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ウッドデッキのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。 cbrbk.com/wooddeck.html で検索してください。フリーダイヤル0120-041301、お電話お待ちしております。